お、ランクアップだな。こいつはギルドからの気持ちだ。いい感じだな。まあこんなもんだろ。久しぶりね、エマ。無事にリーン君たちと合流できて何よりだわ。これも女神のお導きかしら。すぐ近くよ。ほら、聞こえるでしょ。居場所がバレていたが。でもどうしてこのタイミングで。準備が整ったからよ。ビータ、レイさん。ごきげんよう、七組の皆さん。可愛い妹との再会を祝して熱い抱擁と行きたいけれど、主賓も待ちくたびれていることだし、さっさとパーティーを始めましょうか。まさかあれって。青の騎士、黒違いない。 C クローアームブラスト、行くよ。ああ来い、バリマール。おう、今度は負けない。俺たち七組が道を切り開くためにも力を貸してくれ、バリマール。承知した。存分に力を振るうがいい。この短期間でさらに鬼神を乗りこなしたみたいに。さすがはリーン君、私が見込んだもう一人の男の子だわ。さて、それじゃあそちらの方も始めようかしら。連合の協力者ともか。しばらくぶりやな、フィー。士官学院のボンドも。先日の遊撃士に加えて、エッゼノ、レオ、西風の旅団。フッ、結社の連中までガン首揃えて現れたみたいね。あの子とクーちゃんも一緒みたいだね。おかしなあだ名でクラウソラスを呼ばないでください。小雪舞うこの里に再び訪れることになるとは。ここであったが100年目、おとなしくすることですわね。ま、あれから2日しか経ってないがな。厄介ですわよ。
まさかこの地にここまでの戦力を注ぐと君たちの実力を考えて万全を期したまでのこと。兄上、久しぶりだな七組の諸君、それに親愛なる我が弟よ。出奔したと聞いていたが、思いのほか双剣僧で何よりだ。己自身の道を見出す覚悟がようやくできたというわけかな。兄であるこの私とたとえ対立することになろうとも。その通りです。彼までここに出向いてくるとは。貴族連合もいよいよ本気を出してきたってこと？リーン、ここは私たちに任せなさい。君とバリマールの相手は他にいるはずでしょ。教官。手こずりそうだが、相手にとっちゃ不足はない。皆さんのことはどうかお任せください。いい機会ですし。いっ、シャロン、いくらサラたちでも。そんじゃとっとと始めるとするか。来るわよ。今の一撃を受け切るとはな。少しはライザーとして成長したってことか。おかげさまでそれなりに修羅場をくぐってきたからな。今度こそお前にこの剣を届かせてみせる。まだまだ甘いな。お前のくぐってきた修羅場なんざ俺の足元にも及ばねえ。そいつを改めて思い知らせてやるぜ。クロ、厳しいかも。ならば我らも助太刀するぞ。ああ、総員戦闘準備だ。待ちたまえ。君たちの相手は私がさせてもらうとしよう。兄上、邪魔する気？あまり大げさに騒いでは里にも迷惑だろうからね。まとめてきたまえ。ユーシス、そなたにも久々に稽古をつけてやる。これは全然隙がない。気を抜くな。兄上は帝国に伝わる宮廷剣術の達人だ。全力で行かねば軽くあしらわれるだけだ。心得た。全力でかかってきたまえ。私の番だね。受けてみよう我が前例の王の動き。これで決める。早き風よ。そのまま果てるがいい。
稽古をつけつけて行くぞ。少しは楽しませてもらったが、まだまだ諸君には精進が必要なようだな。強い。ここまでなんて、もしかしてサラと互角以上じゃ。みんな、ほら、人の心配をしている場合か。こっちも行くぜ。腹をくくれよ、リン。望むところだ。行くぞ、クロ。さあ、かかってきな。強敵は慎重にね。スリー。力を出す必要もなかったからな。これが現時点での明確な力の差ってやつだ。半端な修羅場をいくらくぐろうが簡単には埋まらないくらいのな。
どうやらそちらも型がついたみたいね。ビータか。予想通りすぎてちょっとつまらないわね。さすがは私の自慢の青の騎士というところかしら。誰があんたのだ。誰が。上の方はどうなんだ。あちらも決着はつきそうだけど、あまり里に迷惑はかけたくないし、このくらいにしておきましょう。フェニックスの駒だぞ。高いところから失礼するよ、遊郭の若獅子諸君。私はラマール州の統括者にして貴族連合の総主催を務める者だ。開演校。貴族連合のトップがお出ましってわけか。聞いていた以上に奇妙な面々が揃っているようだな。ユーシス君とラウラ城は以前レグラムで会って以来か。親元を離れてうろんなる面々と行動を共にしているようだが、まあそれに関しては若さゆえといったところか。アルバレア校は激怒していたが、社会勉強もたまにはいいだろう。分かったようなことを。そんなことを告げにわざわざいらしたのですか。もちろん違うとも。リーン・シュバルツァ、今回は君に用があってね。突然だがこのような場を用意させてもらった次第だ。俺に。直裁に言おう。灰の騎士殿、君を我が艦に招待。帝国各地での華々しい活躍は耳にしている。それで一度君とじっくり話し合ってみたいと思ったのだよ。これまでのこと、そしてこれからのことも含めてな。それはまさかリーンを貴族連合に。招待に応じてくれればこのままユミルから引き上げる。それどころか内戦が終わるまで一切の干渉をしないと約束しよう。それでどうかな。わかりました。そちらの申し出に答えさせていただきます。どういうつもり。わざわざ本拠地に来いなんて罠に決まっているじゃない。ありがとう、心配してくれて。だがこれは俺たちにとってもチャンスなんじゃないかと思う。バリマール、セリーヌを降ろしてくれ。ちょ、何を言い出すの。大丈夫、こんな内戦の状況下でも7組は再開できたんだ。委員長と一緒にしばらく待っていてくれ。頼む、バリマール。承知した。待ちなさい。我が弟ともしばしのお別れだな。アルバレアの人間として気骨を見せてみるがいい。そなたの誇りと信念を己自身に証明するためにも。兄上、これは男爵閣下、ご無沙汰しております。父が失礼をいたしました。
ご子息はしばしの間お借りすることになりますが、どうかご心配なさらず。それではこれにて。リンさん、そんな、せっかく会えたのに。すまない、みんな。だが、必ず戻ってくる。どうか無事でいてくれ。リンさん。シュワルツァー君、率直に言ってこれ以上ことを荒立てたくはないのだよ。え？もともと我々がことを起こしたのは最小閣下のやり方があまりに理不尽だったからだ。陛下からの信任をいいことに、伝統と慣習を軽んじ帝国の全てを意のままに作り変えんとする傲慢さ。君たちも感じていたのではないかね。それは、だが諸悪の根源は消えた。時計の針を少し戻すだけでエレボニアは古き良き伝統を取り戻すことができる。あとは残った者同士がわだかまりを捨てて手を取り合うだけ。とても思えません。あれだけのことをしておいてこのまま済むとでも。帝都占領に皇族の方々の幽閉、その上ガレリア要塞を消滅させた敵国と背後で密約を結んでいる。少なくとも残った帝国正規軍が黙っているはずがないでしょう。皇族の方々は丁重に保護しているだけなのだが、しかしだからこそ君にも力を貸してもらいたいのだよ。青の鬼神に灰の鬼神、帝国に伝わる大いなる騎士、この2機が揃えば貴族連合は気候兵部隊と合わせてこのままいたずらに戦を長引かせるよりよほどいいとは思わないかね。そんな単純に行くわけ。いや、気候兵という存在が戦場に登場した意味は絶大だ。火力と装甲は主力戦車に劣るものの、それを補えるだけの機動力と汎用性、そしてそれ以上に重要なのは人々に与える心理的なインパクトだろう。それは、ならばその気候兵の元になった伝説の存在なら、クロウの青の鬼神や君の灰の鬼神ならなおさらでしょうね。ま、否定はしないぜ。今一度言おう。ギリアス・オズボーンは去った。あとは速やかに内戦を終結させ、
あるべき秩序を取り戻すだけなのだ。そうすれば全てが戻ってくる。君たちの学院生活も妹親皇女殿下の平穏な日々もね。あなたたちは二人の安全は保証しよう。たとえ君がどんな選択をしても。閣下、それに関してだけはこの場で確約をいただきます。もちろんだとも。ルーファスさん、経緯はどうあれ、いまだ私は士官学院の理事でもある。その立場から言わせてもらうが、今は冷静に状況を見極めることだ。そして答えを出してみたまえ。この先何のために。君、あとは速やかに内戦を。そう、君たちの今は冷静に状況。そして答えをこの先。そんな顔をするなって。お前のことだから、クソ真面目にあれこれ考えてるかと思った。案の定だったみてえだな。人気者は辛いって。お前が仲間になってくれりゃ、そのあたりの負担も半分にできる。というわけで迷ってないでとっとと決めちまえよ。飯だよ飯。ちょっとばかり早いが、早めのランチとしようぜ。なんだ、そういうのが好みか。だったらコックに頼んでちゃっちゃと用意させるか。おお、食え食え。フィッシュバーガーってやつだな。なかなかいけるだろ。お気に召したようで何よりだ。久々に厨房で腕を振るった甲斐があったぜ。さすがにシャロンさんの足元にも及ばないけどな。俺の故郷、ジュライのソウルフードみたいなもんだ。帝国解放戦線リーダー C。 いいえ、Q。 そういや、ビータのやつが妙な実況をしたみてえだが、ちょうどやり取りを見ていたのか。街並みも結構変わっちまったから少しばかり戸惑ったが、懐かしかったのは確かだぜ。
野郎の過去なんか詮索したって面白くねえだろ。そういうのは7組の中の気になる子くらいにしとけよ。アリサかラウラか委員長ちゃんにフィーあたりか。おっと、まさかミリアムってことは。言っておくが、そんな大層な話じゃねえぞ。お前の過去に比べりゃこんなもんかっていうくらいの平凡でささやかな昔話。それでもいいのかよ。ったく、ま、よくある話さ。歴史の教科書あたりにはそれこそいくらでもありそうな。そのまま忘れ去られちまってもおかしくないような話だ。ジュライ四国。ゼムリア大陸の北西沿岸部に位置し、帝国西部ノーザンブリア、レミフェリアとの海上交易で繁栄してきた都市国家。人口は15万人程度。規模としてはささやかなもんだ。その分周辺国から絡まれもせず適当にうまくやってきた。そんな幸運な都市国家だった。20年くらい前まではノーザンブリア大公国で起きた国土が潮に侵食される異変。通称ノーザンブリア異変以来、北西沿岸の交易は大幅に縮小した。それなりに豊かだったジュライも目に見えて衰退を始めていった。それでも歴史のある町並みやら北海の漁業資源なんかがあったし、七葉石の鉱山もあったからな。そういったものを有効活用しながら隣国のノーザンブリアを支援しつつ、徐々に交易権の回復を狙う。それが俺のおじいさん、当時のジュライ市長の考えだった。ジュライ四国最後の市長、
頑固だが茶目っ気もあって、市民の誰からも慕われていた老人。早くに両親を亡くしていた俺にとっては唯一の肉親で、いろいろなことを教えてくれた師匠とも言える存在だった。お前の老師と同じようにな。10年前のことだ。もう一つの隣国エレボニア帝国の政府がある一つの提案をしてきた。帝都からの鉄道網を延長してジュライまで直接通すってな。もともと海運中心の町だったが、巨大な帝都と鉄路でつながれれば新たな活路も十分見出せる。市議会の賛成に押し切られて、じいさんは結局その提案を飲んだ。わずか1年で四国は息を吹き返し、町はかつてない賑わいを見せていった。だがそれは巨大な帝国資本が従来に流れ込むのと同義だった。四国の土地や建物は買い漁られ、あらゆるものが投資の対象となり、誰もがミラ儲けに沸く。クロスベルでも起きていたらしいが、ジュライでは対抗勢力が存在しなかった。じいさんは危機感を覚え、いろいろと対策しようとしていたらしい。そんな中、ジュライへの鉄道路線が何者かに爆破された。一刻も早い復旧が叫ばれる中、帝国政府がそれに待ったをかけた。ジュライはあまりにも安全保障体制が脆弱、帝国資本も全て引き上げる。誰もが騒然となり、関連株は暴落し、犯人もわからぬまま四国は混乱した。そんな中、奴が就任3年目の帝国政府代表ギリアス・オズボーン宰相が従来に直接乗り込んできたんだ。そしてこんな提案をしてきた。鉄道復旧と今後の警備は帝国正規軍が全て受け持とう。代わりにジュライは栄えある帝国の一員となり、今後は経済特区としてさらなる発展を遂げてもらいたい。よくよく考えりゃあまりにタイミングが良すぎる提案だ。当然じいさんは警戒して様々な対抗策を打ち出そうとした。だが一度味わった繁栄の果実は忘れられないのが人間ってもんだ。有力商人が多かった市議会はその提案に真っ先に飛びついて、関税撤廃やら特区としての税制優遇やらをちらつかされて、市民の多くもその気になっていった。そんな中だった。じいさんに従来の伝統を誰よりも愛し、市民の誰からも慕われていた老市長だが、市議会からは糾弾を受け、踊らされた市民の一部からはそしられ、そうして
爺様は市長を辞職し、従来の帝国への帰属が決定した。爺さんが辞めたその日のうちに、ちょうど8年前のことだ。爺さんが悪くないのは誰もが分かっていた。鉄道爆破を仕掛けたのが本当は誰だったのかも。だが皆で見て見ぬふりをしたってわけだな。よくある話だろ。ああ、ぽっくり言っちまったよ。市長を辞めてから鉄道爆破の件は結局うやむやになっちまってな。楽隠居を決め込んでから半年後に体を壊して、あっという間だった。まあなんつうか糸が切れちまったんだろうな。さっきも言ったが、早くに両親を亡くした俺にとって肉親と言えるのはダチや知り合いは多かったが、全部捨てて13で従来を去った。各地を流れ、いろいろと手を染める中、まあスポンサーってやつだ。そうして同じようにはみ出しちまった連中を集めて、16の時に帝国解放戦線を作った。ギデオン、スカーレット、バルカンとはその時以来の知り合いってわけだ。そんな中、カイエンのところに出入りしていたビータに導かれて、カイとオルディスの地下に眠っていた青の騎士オルディーネと開交した。お前とは違って、たった一人で似たような試練をくぐり抜けて、そして青のライザーとして認められた。それが3年前のことだ。そして全ての準備を終えてから、自分の経歴を完璧に偽装して、俺は帝都にほど近い大帝ゆかりの士官学院に入学した。全ては計画のために、鉄血の首を取るために。おいおい、立場が逆だろ。どうしてお前がそこまでへこんでやがるんだ。ったく、別に鉄血の野郎が悪だというつもりはねえ。ただまあ、じいさんが奴にしてやられたのは確かだ。じいさんの仕込みでチェスやらカードゲームは得意だったからな。そうなると弟子としては師匠の敵を討ちたくなるってもんだろ。帝国に存在する歪み、それを鉄血が拡大してるのは確かだった。それらを見極め、最大限に状況を利用し、剣魂一滴の一撃でゲームを制する。従来が今平穏であるのを考えると、勝負ごとの後始末、内戦を終了させて帝国に平穏を取り戻す必要もあるだろう。
だからそこまでが俺の勝負ってやつだ。お前が俺に引きずられる必要はねえ。ルーファスの旦那も言ってたが、何のために剣と力を振るうのかちゃんと考えておくんだな。何よりもお前自身のために。さてと、長いしちまったな。一応お前は客人扱いだ。お偉方も帝都に戻る頃合いだし、せいぜい好きに過ごすといいだろう。わざわざ見張りはつけねえから、脱出したけりゃ勝手にするといい。ただし俺はもちろんだが、結社に西風の連中、バルカンにスカーレットまでいる。全員を振り切れればの話だがな。そうそう、2階の主賓室にはとびきり可愛いゲストもいる。訪ねてやったら喜ぶだろうから、せいぜい顔を出してやるといい。ま、他の子に焼かれない程度にな。
君とちょうどた。だが彼女は。状況把握。パンタグリュエル艦内、貴賓区画の一室と認識。意識断絶より9時間経過。リーン・シュバルツァ、どうしてここに。記憶が改ざんされていなければ、ここは私に割り当てられた部屋のはずですが。つまり侵入者ですね、クラウソラス。問答無用です。では偶然魔が差して好意に及ぼうとしたと。冗談です。私に害意があって近づけばクラウソラスが迎撃していたでしょうから。それは構いませんが、私に話があったわけでもなさ。一つ目の問いについては、そう命じられたからです。クラウソラスについては機密事項にあたるためお答えできかねます。そして最後の問いは、定義が曖昧すぎるかと。私が本来所属する場所です。現在はそこから貴族連合に貸与された身分になります。あなたが貴族連合に加わらない限り、開示可能な情報はそこまでです。あなたに意味のある名前とは思えませんが。ところで、この行為に何らかの不埒な意味は。
灰の小僧か。そういや、同じ場所に泊まってたんだったな。で、なんだよ、お前が貴族連合に入ろうが俺には何の関係もねえぞ。ひょっとして混じってやがるな。ったく、めんどくせえな。で、なんだ、俺に聞きたいことってのは。ああ、あれか。でもな、混じるってのはあくまで感覚的なもんだ。俺とお前じゃ中身も強度も違うだろうし、言葉で説明できるもんじゃねえんだけどな。ったく。種も仕掛けも駆動も栄称もしてねえぞ。アーティファクトに頼ってるわけでもねえ。ただ俺は念じれば炎を出せる。まあそうだな、一切の原因もプロセスもなしに結果だけを引き出す能力、お前も持ってるんだろ。ま、そういうことだ。それができるやつは大抵混じっているもんだ。教会の聖魂とも違う異質の何かが肉体そのものに。お前はごく一部みたいだが、なるほど、そこか。ま、それがなんでいつどこで混じったのかは俺の知ったこっちゃない。これ以上は答えられねえぞ。そんじゃ、さすがにクロスベルトの行き来は結構大変ですわね。それで一体何のようですの？おとなしくこちらの軍門に下るという話ですか？ええ、それはもちろん第二中。クロチルダ様の思惑はともかく、私には義理もありませんし、あくまで計画に必要と言われたので協力しているだけですわ。同じ人ではありますが、
第7中になりますわね。私たち敵対の主にして偉大なる導き手、麗しくも凛々しく誇り高くも自分の頂点を極めし超絶素晴らしい方ですわ、ですけど、あなた程度の剣士など100人束になっても足元にも及びませんわよ。いいえ、1000人、ううん、1万人でも無理ですわね。考え込んでますわね。ちなみにマスターのあだ名を改めて教えて差し上げましょう。鋼の聖女、そんな風に称えられていらっしゃいますわ。さあ、このくらいでいいでしょう。あなたが軍門に下らぬ限り、私たちは敵同士。これ以上は慣れ合うべきではありませんわ。Thank you.
ですか、あの後。そうですか。妙に慌ただしい雰囲気でしたけど、そんなことがあったなんて。結果的にですけど、公爵には感謝しないと。こうしてリーンさんと再び巡り会えたのですから。分かっています、エリゼのことですね。残念ですが、エリゼはこの船には乗っていません。おそらく私の両親たちと共にいると思います。父や母、弟たちが幽閉されているのはご存知かと思いますが、どうやらエリゼはその幽閉場所に移されたみたいなんです。皇帝家の身の回りの世話をする次女そうですね、私も同じ気分です。どうやら貴族連合の内戦が始まって占領した地域に私が顔を出して声をかける、そうすることで民の反発を抑え込もうとしているのでしょう。別にその程度のことなら構わないと思っているんです。内戦の最中、不安な人々を少しでも安心させることができれば、私だって。リーンさん、もう本当にお見通しなんですから。それはともかく、これからどうなさるんですか。このまま開園校の言いなりにはなりませんよね。それは、リーンさん、のことはよく知っています。多分兄であるリーンさんが知らないようなことも。
1年前のことにしても、もう大体のことは分かります。そのことが原因でリーンさんが剣の道に進んだことも、リーンさんがそれをトラウマに思っていることも。あの子は、エリゼはそのことを申し訳なく思いながら、どこか心地よく感じていた。あなたの関心を、あなたの責任感を自分が独占していることに。でも、それはエゴに過ぎないって、あの子自身も気づいていたんです。あの子が女学院行きを決めた理由は他にもありますけど、それでもこれ以上リーンさんを無用の罪悪感で縛りたくない、それが一番の理由だったんです。だからリーンさん、どうかエリゼを理由にしないであげてください。だってあの子は、だからあなたが士官学院に入って共に歩む仲間と出会って、あの子は焼いたり寂しく思いながらも心から嬉しそうだったんです。していたかったですけど、どうかお気をつけて。エリゼのことはお任せか。開眼光と取り、
とんど汚れていませんね。心臓管だからみたいですね。あ、曲がり角ですね。ええ、貴賓区画は通り過ぎたみたいです。よいしょっと。リンさん、行くぞ。頑張って。はい、アークスクピャッ。これにて戦闘終了ですわね。見事なアーツの腕ですね。そうですか。褒められちゃいました。あ、階段があります。ええ、このまま甲板を目指せれば。素直に軍門に下るとは思わなく、まさか帝国の司法と手に手を取っての逃避行とは。まったく大胆なことをしてくれますわね。あなたたちもまさか先回りされるとはね。怪盗に神速、二つ名は伊達じゃないみたいだ。生意気な口を。簡単。なんですの。鬼の力。八を一刀流、終電リーン・シュバルツァ、前。堪能させてもらおう。前、少子来たる道系を。行くぞ。無名を切り裂く戦火の一刀。力を我が。リーンさん。殿下、失礼します。え？おお。
このまま一気に甲板を目指します。大丈夫ですか、殿下？はい。その、別の意味でドキドキしていますけど。別の意味？おいおい、こんな状況でストロベリートークかいな。防衛ライン。デカ、すみません。大丈夫です。私のことは気にしないで。その代わり、もっと強く抱きついてもいいですか？ええ、もちろん。目標捕捉。これより拘束を開始します。やはり不埒な人みたいですね。誤解を招くことは言わないでくれ。目標をロスト、リーン・シュバルツ。いろいろな意味で。すみません、殿下。とっさだったとはいえ。それはいいですけど。でもあの子、私より年下みたいなのに。リーンさんって不埒な人だったんですね。真に受けないでいただけると。どうやら終点みたいです。ああ、ごまかした。あれが灰の騎士。あ、クラーさん。ふん、そういう現れ方をすんのか。鬼の力、ようやく使いこなしやがったか。しかし厳禁なやつだぜ。まんまと可愛い子ちゃんに元気づけてもらいやがったな。まあね、それに妹とみんなと、ある意味苦労にもかな。ったく、チート試してみたいが、さすがに手を出すのは野暮だよな。ああ、遠慮してくれや。殿下も下がっていてください。わかりました。Cの仮面なしで立ち会うのは初めてか。鬼神を狩るのは俺が上。生身じゃどちらが上か。ああ、望むところだ。以前帝都の地下では3人がかりだったけど、今回ばかりは一人でも届かせてもらう。言ってろ。決着をつけるとしようぜ。行くぞ。やるじゃねえか。ここだ。はい、行くぞ。マジかよ。やるじゃねえか。まさか一対一で押し切られるとはな。そちらこそ、この状態の俺の剣をそこまでしのぐなんて。リーンさん、こんなタイミングで。鬼の力が尽きたか。
きましたわよ。なんや、だだ悪くない勝負だっただな。殿下、離れてください。おいおい、あんまり手荒な真似は。おい、教官。お待たせ、リーン。ドンピシャだったみたいだな。ユミル襲撃では今日疲れましたが、今度はこちらから出向かせていただきました。カノシ、そ、相手に決まっ、磁石閣下、アルゼイダのおじさま。久しいな、リー。アルフィン殿下もご無事で何よりでした。光の検証まで。強いな、この上なく。そなたの方こそ結社最強の火炎魔人、あの鋼の聖女に匹敵すると噂されるだけはある。どうやら俺の相手はあんたに決まりそうだが。悪いが、鳥は我々がいただかせてもらうよ。みんな、リン、大丈夫？すごい場所に来ちゃったみたいだけど。だが、この上ないタイミングだったようだ。お兄様。アルフィン、元気そうで何よりだ。どうやらリーン君との逃避行を満喫していたようだね。それはもう、ふん、お楽しみだったみたいだね。ふん、そうなのか。まったく、人が心配していれば。いや、言葉のあやだから。ふん、私を放り出して何をやってたんだか。クローサー、直接顔を合わせるのは一月半ぶりか。なんか元気そうだね。ああ、おかげさまでな。しかし揃いも揃って、どう収拾つけるつもりだよ。そうなのよね。おそらく戦力的には五分と五分。完全に膠着状態ってやつだな。ふん、どうせだったらこのままパーティーとしゃれ込むのはどうだい。それもまた一挙。素敵ですわね。いやあ、こういうノリは嫌いやないな。ああ、もう、なんでこっくだ。来たわね、ブリアナ。また会ったわね、エマ。魔女としてはまだまだ未熟だけど、先ほどの転移術は見事だったわ。みんな、お疲れ様。思うところはあるでしょうが、今回については譲りましょう。開演校のお叱りはこちらの方で受けておくわ。姉さん、納得いきませんけど。依頼者の意向ならぜひもない。ま、お楽しみは後に取っておくとするか。
機会もあるかと。じゃあな、怪盗紳士。正直あんまり関わりたくないんだけど。評判悪いわよ、あんたの悪ふざけ。我が美のライバル。ふん、それは。ああ、分かってる。ちなみに一つ確認だけど、トワルさんのアークスに連絡をくれたのはクローだよな。おととい俺のアークス宛てにいきなり通信があった。一方的にお前さんのいる場所を。おっと、そういや同じ声だ。聞き覚えがあると思ったら学院祭の。ちバレたか。クロウ、まったく余計な世話ついでに忠告だ。そろそろ獲物もなんとかしろ。お前の八王一刀流、刀抜きで進化を発揮できんのか。ああ、武装デバイスの選択は重要。ライザーとの相性によって戦闘効率が飛躍的に上昇する。さすがにそこら辺は私にはよくわからないけど。いや、確かに八王一刀流にとって刀は魂みたいなものだ。分かった、待っていてくれ。そして今度こそ全てを取り戻してみせる。士官学院もエリセも、そしてクロー、お前もだ。上等だよ。やれるもんならやってみな。させてもらう。お疲れだったな、バリマール。またよろしく頼む。承知した。ライザーよ、青の騎士との次なる開口に備えるがいい。ああ、分かっている。俺はもっと強くなれるはずだ。みんなやお前と一緒なら。期待しよう。眠りについたみたいね。灰の騎士か。風の噂には聞いていたが、この目で見られる日が来るとはね。オリバルト殿下、殿下、危ないところを本当にありがとうございました。そしてみんなも改めて礼を言わせてほしい。ありがとう、助けに来てくれて。よかった。まったく。でも本当によく無事。しかも皇女殿下まで助け出した。ああ厳しかったけど、でもおかげで大切なことを。あの艦に招待されたことも大事な糧になったと思う。いい。なんだかリーンさん、皆さん本当にありがとうございました。お兄様もご無事で何よりでした。まさかこの赤き翼で駆けつけてくださるなんて。なかなかいいタイミングだったろ。個人的には赤いバラでも散らしながら登場したかったのだがね。事前にエマ君と入念に準備しておくべきだったかな。かっこいい。さすがにそれは悪ふざけが過ぎるでしょ。相変わらずだね。とりあえずは一段落と言っても良いだろう。ここまでの経緯も含めて改めて情報交換をしたいところだ。その前に彼らとの再会をことほぐ必要がある。リンク。あ、トア会長、
離脱するときに声が聞こえていましたが、お二人も乗っていたんですね。久しぶりだね。会長。よかった、リーン君が無事で。せっかく生きているって分かったのに、貴族連合の船に連れ去られちゃったなんて。ずっとずっと心配してたんだよ。すみません会長、心配をおかけしました。でも会長たちも無事でいてくれて、よく学院の正門で別れてからずっと気がかりでしたが、なんとか俺も約束を守ることができました。あそうだね、死なないって約束してくれたもんね。そんな約束をリーン君が破るわけないよね。信じた甲斐があったみたいだね。元気そうでよかった、リン。あの戦いを生き延びてくれていたなんて、今でも信じられないくらい。ジョルジュ先輩もご無事で何よりでした。でもどうして二人までこのカレイジャスに。ああそれも含めて改めて情報交換をしよう。上のフロアに会議室がある、そちらに移動するとしようか。このカレージャスが今回の遊撃活動を開始したのは、貴族連合の動きを察知し、最低限の人員だけを集めてからなんとか子爵閣下と合流し、そのままトリスタ、青の鬼神と戦う君たちの元へ駆けつけたわけさ。それが1ヶ月半前の出来事。この間がトリスタに現れた。あの時カレージャスが来なければどうなっていたか。あれ以来父上たちの行方は分かりませんでしたが、一体どちらへ。うん、なんとか青の鬼神の追撃を振り切ることができてな。帝国各地を密かに回りつつ、そなたたちを迎えるべく動いていた。私たちが合流したのはついこの間、学院長が密かに連絡を取ってこちらに送ってくれたの。学院長が。そうだったんですか。学院の方もやっぱり心配ね。そういえばミュラー少佐はどちらに。お兄様と一緒ではないんですか。ああ、彼の方は今別行動を取っていてね。第七機構師団を率いて帝国西部で独自に動いている。君たちの元軍事教官であるナイトハルト少佐とも連携しているようだ。ナイトハルト教官が。そうでしたか、西部の方に。さすが第四機構師団のエースだけあってしぶといわね。連絡があったとは聞いてたけど、ちょっと安心したかも。しかし西部といえば、四大名門ハイアームズ校の治める南のサザーラント州、そしてあのカイエン校が統治するラマール州のある場所です。伝え聞いた話では、そちらの戦況は東部よりも激しくなっているそうですが。うん、正規軍の残存勢力もそれなりに残っているようだが、貴族連合の猛攻によって劣勢に追い込まれている状況だ。そしていくつかの町が戦火に巻き込まれ、かなりの被害が出ている。そこまで。噂には聞いてたな。主力である第四第三機構師団が東部に追いやられている状況。貴族連合もその隙を狙って畳みかけるつもりのようですね。でも正規軍だって当然必死に抵抗するだろうしね。ちょっと読めないかな。うん、西部の戦局は全く予断を許さぬと言えるであろう。さすがに僕たちも困ってしまっていてね。そこでだ、君たちに聞きたいんだが、
未だ戦の炎が燃え広がり、混迷を極めるこの帝国の地で、君たち7組や士官学院はこれからどうするつもりだい？まさにその話をしている最中でしたが、それは内戦は帝国全体の問題。当然学生の身である自分たちに解決することなど叶いません。でも俺たちは実習を通じてこの国のままならない現状に何度もぶつかってきました。そんな俺たち7組ならを少しでも良くする手伝いができるのではないか、そんな風に思えてきました。リン君、クローと決着をつけることやエリセを助け出すことも含めて、自分たちにはそれぞれ集まった理由があります。それらを成し遂げるためにもこの現状を良くしていきたい。たとえ内戦の状況がどんなに厳しくなったとしても、今自分たちに手伝えることは最大限の努力をもって成し遂げたい。それが自分たち7組の総意です。うん、私たちもそれぞれいや何より、そしてまあ結構大変っぽいけど、僕たちみんなが揃ってれば怖いものなんてないよね。あんたたち皆さんそれでこそ7組の皆様ですわ。7組だけではなく私たちも同じです。なんといってもトールズの士官学院生の座右の銘は世の礎たれですから。あ、入学式の時の獅子神皇帝の言葉か考えてみればそうであったな君たちがすごいのは自分たちでその結論にたどり着いたことだと思うよ。うん、誇っていいと思う。そして現在かなりの数の学院生が帝国各地に散っていますが、気持ちはみんな同じだと思います。そうか、殿下。ああ、まさかここまでの答えが聞けるとは思わなかった。これで決まりだろう。御意。ならばそなたたちにこの缶を預けよう。赤き翼飛行巡洋艦カレイジャス。缶を預けるとはそのままの意味だ。カレイジャスの運用は今後そなたたちに一任する。現状を良くするためには足がかりは必要であろう。それは確かにそうですが。ですが我々は艦を降りた上で帝国西部へ向かうつもりさ。その上で第七機甲師団や他の中立勢力と連携して活動を始めようと思っている。これ以上罪なき民草を戦火に巻き込まないためにもね。それを遂行するにあたってこの艦はいささか目立つのでな。そなたたちに預けた上で帝国東部を任せたいのだよ。なるほど、この上なく合理的ですね。これで東部と西部の双方に第三の風を吹かせられる。
なんつうかギルド顔負けの発想ですね。君も含めて薫陶を受けているからね。そしてアルフィン、できたら君にはこの間に残ってもらいたい。カレイジャスの所有者は父上でありアルノール王家、皇族の後ろ盾があれば彼らも動きやすいだろうからね。わかりましたわ。今後皆さんの活動の正当性は私が保証してみせます。エレボニア帝国公女アルフィン・ライゼ・アルノールの名にかけて。殿下、あらら、もったいないお言葉。ああそうだな。飛行巡洋艦カレージャス、謹んでお預かりします。帝国東部のこと自分たちにお任せください。ああよろしく頼む。期待させてもらうよ。そなたにはカレージャスの運用全般を任せる。艦長代理として皆をしかと導いてやるがよい。はい。しまったか。あいつらうまくやれますかね。女神のみぞ知る。
であろう。獅子戦役の再現とも言われているこの内戦、願わくば若き彼らにはトールズの皆様なら伊達に遊郭の獅子門を背負ってはいませんでしょう。ええ、そうですね。士官学院の先輩として私もしっかりしないとそれを言うなら私も同じ OB なんだが、まあ私はこの後も彼らと話す機会はありそうだが、そういえば最小殿もトールズの出身だったかな。はいそれを聞くととんでもないというか、オズボーン最小閣下。彼とはいろいろあったが、惜しい人物を亡くしたというのは偽らざる気持ちだ。遅まきながら君にはお悔やみを言わせてもらうよ。私はほとんど面識はなかったが、時代が生んだ傑物であったのは間違いないだろう。ありがとうございます。しかし帝都が占領された状況じゃあんたも辛いだろうな。どこに弔われたのかとか情報は入ってるのかい。それが大尉いかがした。実は奇妙な報告が入ってきていまして、あの日帝都が貴族連合に占領された折、近衛軍が閣下の遺体を確保したそうなのですが、いつの間にか、その革新派の勢力が奪還した可能性は。わかりません。情報局が独自に動いたのかもしれませんが。遺体の消失か。まるで獅子戦役直後に急逝した槍の聖女のようだ。はあ、やれやれ、どこまでも厄介というか大した御仁だ。死してなお周囲を翻弄してやまないとはね。
任せて。
任せて。よし、行くか。力を尽くすしかなさそうだ。私の番ね。任せてくれ。崩れたぞ。あなたは任せるがよい。久々に行くわよ。その程度か。精進する。依頼を立って。